お疲れ様です。スーパービートクラブでございます。今日はですね、こちらのお話でございます。これからジョギングを始める方へ、ペアジョグをおすすめする3つの理由っていうのをね、今日はね、ご紹介してみたいと思います。私ね、毎月ね、300キロ以上走るとですね、ジョギングジャンキーでございます。まあ、1ヶ月に300キロ以上走るということは、まあ、単純にね、考えるとね、1日あたりね、まあ、平均10キロはね、走ってるっていうね、まあ、ほんとね、自分でもね、ちょっとおかしいんじゃないかなっていうぐらいね、まあ、走りまくってる私なんですが、まあね、そんなね、私がですね、まあ、最近ね、よくね、走ってて見かけるのがね、ペアジョグ、まあね、ペアでね、ジョギングをしている方っていうのはね、非常にね、最近ね、多く見かけます。まあ、ペアジョグ以外にもですね、ペアで、まあ、ウォーキングをしている方々なんかね、まあ、特にね、一人じゃなくてね、二人でね、よくね、走ってたり歩いてる方っていうのはね、特にね、ほんとここね、今月ぐらいからね、急にね、いきなりね、かなりね、たくさんね、見かけるようになりました。まあね、ペアといってもね、いろんな、方々、まあパートナーとね、一緒に走ってるのかなっていうところで、親子であったり、まあ夫婦であったり、恋人、まあ友人同士ですね。まあいろんなね、そのペアのね、まあ種類って言いますか、まあ関係性というのはいろいろあるみたいなんですが、まあね、私もね、こうジョギングしててね、まあ私の場合ね、一人で黙々と走ってるんですが、いやね、なんかね、ペアで走ってるっていうのはね、羨ましいなというふうに思いますし、まあこれからね、ジョギングを始める方はね、一人で走るよりも、ペアジョグの方がね、ペアでね、走る方がね、絶対これいいんじゃないかなというふうなね、ことをね、ちょっと思った次第でございましたんで、今日はね、そのペアジョグをね、おすすめする3つの理由というのをね、ご紹介してみたいと思います。まあ、こちらもね、書いております通り、最初はね、苦しいジョギング、パートナーがいると乗り切りやすいんですよということで、まあね、私もね、ジョギングを始めたのがね、3年前なんですが、始めた当初はね、3キロ走っただけでね、ほんと死ぬかと思ったんですけど、まあ今ではね、まあ1ヶ月にね、300キロぐらいで走れるぐらいになってまいりました。じゃあね、ペアジョグ、ね、なんでね、おすすめするかっていうのをね、こちらね、3つご紹介してみたいと思います。まずね、1つ目なんですが、モチベーションを高めることができますよってところですね。どうしてもね、まあこちらね、書いてます通り、一人で走ってるとね、非常に苦しいんですが、まあね、パートナーと一緒に走ってるとですね、まあお互い、まあ頑張ろうよっていうふうな感じでね、まあ、モチベーションをね、高め合うことができるのかなと。友達同士であればね、今日もね、友達誘ってね、走るんだから、まあ今日友達と約束してるんだから頑張らないといけないかなっていうふうにもありますし、まあね、夫婦であればね、まあ奥さんと一緒に、まあ旦那さんと一緒にね、今日走るんだからっていうところでね、まあお互いパートナーがいるとですね、やはりね、こうモチベーションをね、高めやすいのかなということはね、まあね、ジョギングをね、習慣化させやすいのかなっていうところはね、おすすめなのかなっていうところでございます。そして二つ目、飽きないですね。まあ、ある程度ね、ジョギングをね、習慣化するようになってくるとですね、絶対ね、出てくるのがね、飽きっていうところでございます。私の場合はですね、まあ、ほぼ毎日のようにね、走ってて、そしてね、まあ、走るときにはね、まあ、ラジオ聞いたりとか、あとはね、小説を読みながらであったり、あとはね、ブログを書きながらとかですね、まあ、いろいろとね、手を変え、品を変えね、いろんなことをしながらね、ながら、まあ、ジョギングをしてますんでね、そんなに飽きることはないんですが、まあ、普通の方はね、大体ね、まあ、1ヶ月ぐらいも続けてるとね、やっぱりね、飽きてきます。まあ、どうしてもね、同じようなコースばっかり走ってくるとね、やっぱりね、飽きてくるんですよね。ただね、やはりね、ペアで走ってるとですね、その辺もね、飽きっていうのはね、少ないんじゃないかな、というふうに思います。まあね、お互いね、まあね、会話をしながらっていうふうにね、走ってるとですね、やっぱりね、飽きってね、あんまり来ないんじゃないかなと思いますんでね、そういった点でもね、まあ、ジョギングを長続きさせるためにはね、こういうね、ペアジョギングっていうのはね、おすすめなのかなというところでございます。そしてね、最後、ペアジョグをね、おすすめするね、三つ目の理由としてはね、効果を共有できるということでございます。まあね、運動してるとですね、まあ当然ながら、まあ、まあ摂取するカロリーよりもですね、消費するカロリーの方が多ければですね、当然ながら、まあね、やはりね、こう体、まあ体重はね、落ちてきます。そしてね、体、ジョギングをね、習慣的にやってるとですね、必然的にね、体もね、締まってきます。ということはね、やはりね、まあ、ペアで走ってると、パートナーの方がね、どんどんね、体がスリムになっていって、そして、ね、体が締まってくるっていうのはね、やっぱりね、気づいてくるところなんですよね。というところでいくとですね、お互いに、まあ、旦那さんがね、痩せてきてる、奥さんがね、どんどん体が締まってきてる、そして友達がね、どんどん痩せてきてるっていうのはね、相手のね、体を抜いてね、効果をね、共有することができるんですよね。というところでもね、こう、ペアジョグっていうのはね、非常におすすめなのかなというふうに思っております。はい。
というところでね、まあこういった3つの理由を持ってですね、まあぜひね、これからジョギングを始める方、一人ではなくてですね、ペア、まあね、相手、パートナーを見つけてのペアジョグっていうのはね、お勧めしたいんですが、これからね、ジョギングを始める方以外にもですね、ぜひね、個人的にね、お勧めしたい方はね、こういう方ですね、三日坊主の方、まあ過去にね、ジョギングやってみたんだけど、三日坊主で終わってしまったよという方はですね、ぜひね、またね、チャレンジする際には、一人でチャレンジするんではなくてね、ペアジョグ、パートナーを見つけてのね、ペアジョグっていうのはね、ぜひやってみてください。まあね、前回はね、失敗したかもしれませんが、今回はね、ペアでね、走るとね、意外と、習慣的にね、ジョギングっていうのは習慣化することができるかもしれませんのでね、ぜひやってみていただければな、というふうに思います。まあね、ちょうどね、4月になりまして、非常にね、まあね、暖かい日もね、続いております。まあ、冬のにね、寒いっていうことはありませんので、比較的ね、こう、ジョギングをしやすいシーズンじゃないかなと思いますので、ね、ぜひ、これからね、まあ、新しい新年度も迎えたことですので、ぜひ、これからね、ちょっとね、運動を始めたいな、ジョギングを始めたいな、ということはですね、ぜひね、今日のね、お話、ペアジョグっていうね、ペア、パートナーを見つけたようなね、ジョギングというのはね、ぜひやってみていただければな、というふうに思います。はい、ということで、今日はですね、これからジョギングを始める方へペアジョグをおすすめする3つの理由というのをね、ご紹介してみました。今日のお話、まあ面白かったな、参考になったなと思いましたらですね、ぜひ高評価、またね、チャンネル登録、またの方ですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。お疲れ様です。